できるんで、はい、公式ですか。僕これ今肩つけてるやつ。でこういう感じで必要最低限の感じで挟み込む。どうも皆さん、いらっしゃいませ、どうたです。今回ですけども、最近何かと人気が高くですね、そしてずっと注文が来ております久保田スラッガーさんの外野手用の件についてお話をしようかと思います。題しまして、ハサミ取り片付け、公式外野手用の久保田スラッガーの半端ない使いやすさを実感ということでやっていきましょう。 SPB と ST39 という、グローブに対して今日はお話をさせていただこうと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。今日の項目は3つございます。1つ目、おすすめアイテムの紹介、2つ目、外野手用のスラッガーの革について、3つ目、片付け実践というところでやっていこうと思います。最新情報は Twitter や Instagram で、商品のお問い合わせなどは LINE よりいただけますと大変助かります。それでは行ってみましょう。1つ目、おすすめアイテムの紹介、早速ですけども、今日はいつもとは違うところがありますね。まず1個目、これですね。はい、こちらがヘッドバンドなんですけども、今、ちょうど在庫が切れているところで、7月末ぐらいにまた入ってくるんですけども、こちらですね、2ウェイタイプになっております。こういう感じで伸縮性があって、色は、ネイビーかも、ブラックかも、レッドかも、ピンクかもというふうにございます。で、私は頭の外周が、大体55センチなんですけれども、 S サイズも着用できましたし、 L サイズもいけました。伸縮が自在なので、まあ、S サイズ買っても私良かったですし、まあ、L でもまあいいかなというふうな感じでございます。一応女子公式の方とかね、少年っていうところも視野に入れると S サイズ重要になってくるかなっていうふうに思ってますので、何卒よろしくお願いします。そしてですね、2つ目、こちら私着ております、これね、ボールタウンさんの T シャツ、www. この W は、そうです、ウィルソンさんの W です。ただ www. ということは、はい、ボールタウン .jp というふうになっています。これはですね、あんまりこう販売店舗っていうのは少なく、あとはサイトも少ないので、私どもの残り枚数も少ないです。黒もあと L サイズが数枚と、この白も L サイズのみになってますので、これも何枚かありますので、ぜひよろしくお願いいたします。こちらね、概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひですね、ウィルソンさんとボールタウンさんの、コラボ T シャツですね、これあの一般なかなか手に入りにくいと思うので、ぜひですね、あのカジュアルファッションの、一つとしてですね、ゲットしていただきたいなというふうに思います。3つ目は久保田スラッガーさんから出ました、こちらの遮熱スプレーでございます。こちらはどういったものかと言いますと、衣服、帽子、ヘルメット、シューズの遮熱ということで、暑くなるところとかにシャシャシャとこうかけていただいてプレイいただくというところで、まあ、あんまりこういうものが少ないかなと思うので、ぜひですね、この暑い夏に備えて、そして、携帯性も便利なので、これをポケットに忍ばせてもらったりとか、リュックに忍ばせてもらって出かけていただくのがいいんじゃないかなっていうふうに思っております。4つ目はですね、こちらでございます。はい、こちらプロ B の限定モデルでございまして、この夏ですね、ぜひ一つ手に入れてもらって、ぜひね、練習に役立てていただきたいなというふうに思います。というよりも色がまずかっこいいので、一つ持っておいてほしいなというのも個人的にありますし、プロの現場でもですね、あの似たようなものをちらほら見たので、かっこいいなというふうに言ってらっしゃる方も結構いたので、ぜひ注目してみてください。これのキャッチャーミット版もあるんですけど、それもですね、もうそろそろ完売しそうです。これに関しては概要欄にリンクも貼っておきますので、何卒よろしくお願いいたします。この後、スラッガーさんの公式の革についての解説というか、外野の革ってどうなのっていうところと、両方とも公式なんですけども、ST39 の F オレンジ、SPB のブラック、この2つを片付けして、最後ね、どんな感じか見ていただいて終わろうと思います。よろしくお願いいたします。その2、外野手用のスラッガーの革について。スラッガーさんの革って硬式が硬いイメージありますよね。で、こちら D1 のブラックですけど、黒はとりわけ硬いと思っております。少しずつね、育っていく過程を楽しむっていうのもあるんですけど、そんなに硬いと外野手を使えないんじゃないのかっていうふうに思われると思います。そして今回 ST39、 こちらブラックで順巻きにしております。で、スラッガーさんの公式は確かに硬いんですけど、外野手用になると指も長くなって、ちょうどですね、硬いと言われてたのが、このしなやかさとかも相まってですね、ちょうどいい感じになるんですよね。
むしろ思いっきり肩をつけると柔らかくなりすぎてしまう不安があると、そういう意味でこの ST39 はですね、指股なし、ウェブ、親指、土手は若干固めで指股ないんで、こういう感じで挟み込む系のグローブとして完成させております。でこれには理由があって、こうペコペコになってくるわけですね、こうやって使ってたら。で3年間使っていただきたいとか、長く使ってもらおうと思うと、親指のところをちょっとでも硬く残しておこうっていうのが、今回のポイントとなっております。で十分ね、柔らかくなっていて、親指もね、硬いといっても若干効くようにはしてるんですよ。これはもうお客様の塩梅で育てやすいようにはしてるんですけど、こういう感じにしておりますと。パカパカが好きだよっていう方は、ちょっとこういう方あんまりね、見慣れないかと思うんですけど、割とですね、はめてみてボールを入れてみたら取りやすいので、後でそれやってみますけども。で対して今度 SPB、こちらですね、この後販売しようと思うんですけども、こういう感じで軟式なんですね。で軟式はもっと柔らかくて、やっぱ柔らかくなりがちになるので、これも同じようにウェブ、親指、土手は固めにしています。でこういう感じでひねっていきます。そしたらね、親指がついてくるようになるので、完全なパカパカではないですけども、そういう形を、目指しています。で大きさに関してはこっちが ST39 と、SPB 1センチ違いです。最近結構注文いただくようになってですね、こちらね、皆さんに片付けの様子見ていただいたりして、最後ね、補給感を見て終わろうと思います。では早速ね、この ST39 から入れていこうと思います。最初の状態はこういう状態です。結構ね、仕上がり良くて、やっぱり軽くて張りがある革ですね。私なりに肩をつけていきたいと思います。この張りがあって、しなやかなので、つける時間は私は短くていいと思っております。最後にいくらでも調整ができるので、この革だったら正直これぐらいでもいいですね。であとはここはあんまりいじくらないっていうのが、今回ちょっと意識していこうかなと思います。本当にで、お湯もそんなめっちゃ熱くないですよ。で形を作っていきます。こう挟み込む感じで仕上げていきますんで、よろしくお願いします。はい、ではやっていこうと思います。よし、行こうか。よし、小指2本ですからね。やっぱりこう挟み込む系は本当に人気がありますからね。よいしょ。本当に外野手になると急にイメージ変わるんですよね。なんでこんなイメージ変わるのかなっていうぐらい良くなるんですよね。でここはいじらないです。ここはいじってないですよ。こんな感じですね。でこれで荒肩できちゃうんですよね。だから元々の設計がいいんでしょうね。何もしなくてもこういう感じです。こっちはほぼあんま動いてないですね、はい、で仕上げの時もあんまりこっち動かさずに、こっちで挟み込みに行くっていうような形を作ります。でちょっとボール取ってきます。でまずこっちの動きを良くしたいので、ケーブル下の方に、で手元という感じですね。こんな感じです。仕上げの前というか湯もみしただけですけど、軽くこうやって入る感じですね、はい、ちょっと目線取れた。まあここら辺軽く叩いて、そっか、俺がこうやって回ればいいんかこうやって回ったら見やすいんだ。で最後に、でこんだけ柔らかければ最後にいくらでも調整できるんで、こんなもんでいいんじゃないですか。そんなにめっちゃ力入れたわけではないんですけど、こんな感じです、はい。でまあ最後にね、仕上げ、見ていただいてっていう感じで終わろうと思います。ST39 の F オレンジ、意外とですね、柔らかいんですね、革が。
なので親指とか残してもこんな感じで親指ついてきますので、ご安心してご使用ください。しっかりと仕上がっていきます。個人的に F オレンジ×ブラックひもめっちゃかっこいいと思っております。スケジュールの関係上このまま撮ることになりました。お客様との談笑をお聞きください。申し訳ない、今ちょうど撮ってたんですよ。はい、全然ガンガン声入りますけど、ね、はい、でも YouTube とかやらないとこうやって見てもらえないというか、チャンスがないですよね。日頃こうインスタとか見てくれてるじゃないですか。なのでなかなかね、そのあと、なんか会社の上司がマイクとかしてて、あ、マジですか。ほんで、なんかめちゃくちゃ上司の方っていうのもですか。マジっすか。ありがとうございます。ほんで、堀江さんがなんか LINE 人って、俺らもこう、なんか奥さん、はい、組み上げてくるからさ。あー、なるほど。結構ね、そうそう、だからね、結構やるほど。はい、公式ですか。僕これ今肩つけてるやつ。外野用、いや、あの2つあって、はい、何年生ぐらいですか。中3で、あー、はい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 、工房で野球するって。なるほど。外野はあのどういう肩が好きかにもよるんですけど、こうこのスラッガーさんのやつとか特に使いやすいと思ってます。はい、すごいタイミングだったし。あ、外野か。今何のグローブお使いですか。今ね、はい、あ、むちゃくちゃいいじゃないですか。いいじゃないですか。まあ、いやいや、でもウィングですよ。はい、はい、あー、でもウィルソンって言われたらちょっとそれ揺れるけど、なんか色々見てたら、うん、重たいとかあるんでしょ。あ、それね、ちょっと違うんですよ。ちょっといろいろあるんですよ。それ、いろいろあるんですよ、それは。僕はまあ、こんなこと思ったわけで、はいはいはい、はい、それをちょっと説明しますね、今から。いえいえ、僕はなんかウィルソンのことあんま言ったことなくて、YouTube でだ、それもちょっとね、先ほどの ST39 と比べて1センチマイナスですが、黒色なので非常に硬さがウェブ部分に残っております。指先は柔らかくしているので、このまま掴んでいくと徐々に柔らかくなっていきますが、割と早い段階で完成すると思われます。では補給管チェックですね。これ軟式の SPB ですね。肩付けたてでございます。こういう感じで、どんな感じかっていうと、こういう感じですね。こういう感じで、こういう感じで、必要最低限の感じで挟み込む。はい、非常に自然に閉じる感じですね。まあ、内野手っぽい使い方ではあるんですけども、肩が崩れにくくて、おすすめでございます。ちなみに大きさも結構良くて、外野の小型っていうイメージなので、はい、結構勝手に入ってくるイメージがあります。いいですね。だここいじってないですよね。はい、で今度、公式の ST39 ですね。これ順巻きでございます。
こういう感じです、はい、ちょっと硬いって言っても結構柔らかくはなってると思うんです。こっちから向かいに行く感じ、軽くウェブ下で挟み込む感じを目指していっております。というわけで親指もカチカチではなくちょっと合ってきますけど、こっちがメインですよっていうことです。ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。結構ねスラッガーさんの外野手もかなり注目度が高いと思っておりますので、これを機にスラッガーのこのねツヤツヤのねこの皮めちゃくちゃいいんで、こういうのも踏まえてですねスラッガーさんの外野手を使ってみるのもいかがかなというふうに思います。というわけで今日はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、いいね、その他 SNS フォローなどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。前に一度解説はしたんですけど、やはり公式でね一度片付けしてみてどんな感じになるかっていうのを皆さんに見ていただきたくて、 F オレンジとブラックなんとか型をつけることができました。皆さんもおすすめの外野手用あれば僕にどんどん教えていただけると嬉しいです。